シンガーソングライターの藤井フミヤ、60、が、18日と19日に愛知工芸術劇場大ホールで予定していたツアー、藤井フミヤ、CONCERT、TOUR、2023、SPECIAL、LOVESONG、名古屋公演を中止した、喉の不調のためとした、公式サイトなどで開催中止を発表。18日は、会場でリハーサルを行っておりましたが、藤井フミヤより体調不良の申し出を受け、本日の公演を中止させていただくこととなりました。とし、19日についても、藤井フミヤ本人より喉の不調の申し出があり、本日の公演を中止させていただきます。と伝え、2日連続のキャンセルとなった、名古屋公演へのご来場を楽しみにしていただいた皆様へは、ご心、配とご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。また、開催直前でのお知らせとなりましたことを重ねてお詫び申し上げます。と謝罪し、引き続き、出演者、スタッフ一同、体調管理を徹底しツアーを完走できるよう努めてまいります。と理解を求めた、振り替え日を調整しているという、ネットの声、フミヤも還暦か、お大事に、何事も早めの判断が必要ですね。体調が万全でないのなら、中止は致し方ないと思います。一日も早く、回復されますように、本人の申し出、よほどのことなんでしょ。ファンからしたら、やって欲しかった。でも、お大事に早く良くなりますように、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。